グレさん行ってくんな。バイバイ。はい、どうも、なにわのヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さてさて、本日はバスター来店の大阪市内にある激アツ有料店に、行っております。なんかね、情報によればバスターが突然なんか来れなくなったのかな、ガセネタかもしれないですけど、なんか知り合いから今 LINE がありまして、でなんで来なくなったのみたいな感じで返事したんですが、まだ返答ないんで何とも言えませんが、まあまあ、でも集客はね、もうバチバチのお店なんで、やはりまずは抽選というところになってくるでしょうね。最近の傾向を見ますと、まあまあお店もね、儲かるので、やっぱ源さんに力入れてるんですよ、おそらくね。ただ実際のところちょっとね、そんなに激甘仕様っていうわけではないと思います。まあわかんないですけど、中入って釘見てどうかってとこなんですよ。でまあ北斗無双がね、自分は大好きで、いつもあの土日撮影 NG 店で、無双を打ちまして、まあ、先月の負けも取り戻せた状態なんですよ。だからやっぱりね、源さんはね、あれ勝てないですよ。本当はまあ無双全突破っていう形でいきたいのは、まあ、マウンテンなんですけども、まあ、このバスター来店のお店さんは無双はそんなにね、あまりいい感じではないと思うんで、まあ、パチンコは今日はちょっとやめて、まあ、B 花かスーバサか、いつも通りのチョイスなんですが、でもね、B 花毎回ね、多分、入ってないんちゃうかなって感じなんですね、データを見る限りではね。入ってても下手したら2位とか、そんなんやったらね、爆死できますから、やはりここはもうスーバサ一択かなと。はい、アレックスもね、2台あるんですけど、まあ、アレックスも毎回入ってないと思えるデータですから、まあまあスーバサかなと。ディスクアップは1台しかないですしね、まあ垂れ込み確定なんで、いつ前から、まあ、そんな感じなんでね、唯一このコロナ禍の状況下において、もしかしたらスーバサの5打てるかもしれないという、限られた1日なんで、大事に今日は実践していきたいと思います。はい、そんなわけで、まずは抽選かいくぐってスーバサに座れるよう頑張っていきたいと思います。押す、秋名は？お題は当店スタッフにより即撤去とさせていただきますと。伊賀店。伊賀店はちょっとマシやな。前回は建設ので21-2やな。前回は建設いや悪くないんですけど、1日粘れるかって言ったら微妙なんで。あらですね。やっぱりスーバーさんは。あースーバーさんはまだ選びたい放題ですね。よし、こいつで行こう。よし、それでは実践スタートします。よろしくお願いします。今日はちょっとね、人が多すぎるんでネタがあんまりできないですけども、今日は V 狙いもやっていきたいと思います。
ないような気はしますけど、まあ、もうちょっとですけど、どうやろね、バスターがね、急遽来店取りやめてるんでね、超絶ぼったくりの可能性も大いにあるんで、まあ、周りの状況を見ながら実践していきたいと思います。いや、自分の経験的にもう絶対やめた方がいいと言ってます、直感はね。あと抵抗運転がね、100分の1ぐらいだったんで、バーサスチャンスの外れゼロなんですよ。いやいやね、さすがにね、こんなまだね、何もわからないです。まあ、ただうんこ動画で実践終了です。すいません、うんこ動画ですね、本当にね、申し訳ないですね、まあまだね、何にもわからないですよ、何にもわからないですけど、あのほら、自分家でバーサス持ってるじゃないですか。で56をもう腐るほど売ってますけども、まずねスイカがね、あんな120分の1とかあんなならないし、バーサスチャンス中もね、外れゼロやしね。まあ、バーサスゲーム中はね、2回ありましたけど、まあでも、ちょっとね、周りの状況もひどいんでね、まあまあまあ、それはまだ何もわからんすけど、まあでもそれにしたって、ねえ、まあ隣のね、あの、カチカチくんで、やめた方、上手に売ってはったんでね、あ、内容悪いですかって会話ちょっとしたんですけど、もう全然話にならないですと。もうベルもスイカも全然落ちないし、まあ、80ゲーム RT 回してで外れが1回ですと。自分バーサス好きなんで、何回も売ってるんですけど、もう多分もう見切りますって言ってね、見切ってはったし、まあまあそれはね、台の中身のことなんですけど、あとやっぱ背景考えるとね、ちょっと危険じゃないですか。バスター来店が急遽キャンセル、まあ、キャンセルが多分コロナの関係なんでしょうけど、まあ、バスター来てないっていうのと、ほんで朝の伊田店の釘ですね、前回バスター来店の時も僕来てますけども、まあ、全くもう一生ぐらいの調整なんで、まあ、20から21なんでしょう、マックス回って23ぐらいってことはボーダーってことなんですよね。だってちょ玉使えない現金のみなんでね、今日は。ほんでまあ他のねパチンコももちろん 見たんですよ、店内、無双から、寝台まで、一通りちらっと見ましたけど、あ、打ちたいなって一瞬思えるのは北斗無双3の釘が若干空いてましたけど、でも多分あれ打っても21、2ぐらいやと思います、マジで。へそはね若干開けてましたけど、やっぱり風車上とか叩いてたしね、なのでまあまあそんな感じなんちゃうかな。アマデジコーナーも見たけど、1円パチンコまで見に行きましたけどね、まああってボーダーの日なんでしょう今日は。まあわかんないですけどね、もちろんね打ち続けたらどっかで一波あったら、あのプラマイゼロが勝てるっていうのはいけるんでしょうけど、まあ、やっぱりね、これ以上打つ価値はないなって思ってる台に、たとえ1000円でも入れるわけにはいかないので、誰が何を言おうが自分はあそこがやめ時やと思いました。はい、まあそれとね、土日でせっかくね大きく勝って、先月の負けもゼロまで戻したにもかかわらずね、今日変に熱くなって低設定だって思ってる台に、あれからね出りゃいいですけど、3万4万突っ込んで結局3万4万負けましたやったらね、やっぱりね後味悪いんで、まあまあ
こんなもんすわ。はい、まあそんなわけでですね、今日はもううんこちゃん動画ですが、今から西成行って出雲のコース行きたいと思います。はい、というわけでまた見てね。お疲れ様でした。さよなら。厳しいな。いや不景気なんやな、ほんまに。すいません、行ってきます。ありがとうございました。